はい、それでは開演5分前となりましたので、5分前のイベントの紹介をさせていただきます。今日は平日のご多忙の中お越しいただきまして大変ありがとうございます。実は二瓶さんは後ろにおられる越後さんがぜひ二瓶さんの講演会をやってくれということで企画をさせていただいたんですけど、山口県から来られてますので、なかなかめったに出てこれることがないので、せっかくだからということで今日の夜正平塾の講師としてお呼びしたんですね。で、正平塾は実は全くギャラ交通費なしなんで、じゃあここで講演料を取って交通費を少しの足しにしてくださいって計画をさせていただきました。こういう事情があります。はい、次回ですけども、私のイベントを500回記念として支援率守る変人ストックから来た大東亜戦争を考えているので、7月29日、夜ですけども計画をさせていただきました。3000円で、非常にちょっと私のイベントとしては高いんですけども、菅尾日記という重光の孫さんの2750円の本と樋口欽一郎のポストカード1000円ついてますので、お得だと思いますのでよろしくお願いします。それから7月の30日、長尾隆さんが基調講演のやる中村悟講演会というのが東京であります。中村悟さんは皆さんご存じかと思いますが、沖縄で一番の沖縄問題の第一人者なんですが、言論活動からこの度政治活動に移りたいということで政治家に立候補するための東京の決起集会なんですね。ぜひ沖縄の危機を一生懸命訴えて、彼が沖縄の議会に入ることでだいぶ様相が変わると思いますので協力をお願いしたいというふうに思います。私も応援団の一人として参加させていただきます。それから8月7日というのは司馬遼太郎が生まれて 100年の日が誕生日の日だということで、これも平日なんですけども、やっぱりこの日を外すわけにいかないので8月7日月曜日ともここで計画をさせていただきました。赤尾さんという司馬遼太郎大好きの人が司馬遼太郎の人物館ということで講演をしていただきます。それから八田和夫さんが京都から、民族と国家の五千年史ということで本を送ってきましたので、これ面白いテーマでやりますかという方はぜひぜひということで8月の9日これも水曜日の平日なんですけども、この方水木と東京の大学 の, 講演があって講師としての授業があって、それでこういう感じで平日の時間にさせていただきます。ちょっと皆さんにとっては不便かもしれませんが、ここに時間があってます。それから8月の12日ですが、文化を歌い継ぐということで、ここの2階のですね、小ホールでやります。これ第2回目で加瀬先生が第1回目佐藤さんやっていただけないかということで始めたんですが、第2回いつやるんだということでプレッシャーがかかりまして計画をさせていただきました。第2回にはですね、保守言論人の野田さんの方をお呼びしまして、今日も田村先生来ておられますけれども、文化を歌っていただいて、最後でみんなで海からを歌おうということです。これはもうコロナを明けましたので皆さんと一緒に歌いますので、第一回目はコロナ禍で歌えなかったんですね。今回は皆さんと一緒に歌いますのでよろしくお願いします。それから8月の17日、これはインド独立記念日なんですけども、ここで防衛省のスペルマン将軍というインドネシアから独立のために戦ったインドネシアの像があります。それでこの像の献花式が行われます。この献花式の代表が桂木奈美さんであります。これも加瀬先生も、本気でやって、これで9回目になりますけども、加瀬先生から藤井元気さん、そして桂木奈美さんというふうにバトンタッチされてますが、加瀬先生がいなくなって初めてのイベントになります。ちょっと我々としては権威のあれがだとダウンしたんですけども、なんとかこうもう一度盛り起こしたいということで、計画としてやっておりますので、申し込み用紙は後ろに置いてあります。献花式ですので献花の花が8000円か8万円かかるんですよね。で2000円取っても40名集めないといけないので、もう厳しい状態なのでぜひ協力していただければありがたいです。それから8月の18日、これも平日なんですけども、高岡幸太郎さんという
板垣大輔の八三さんが今その板垣先生の研修会の理事長をやっておられまして、私の友人の山下英二さんがぜひ彼の講演をやっていただけないかということで、安倍晋三先生との非常に親しい間柄だったということで、安倍先生とこの板垣大輔の思いが共通しているんだということで計画をさせていただきました。それから8月の20日ですけども、これは増田由美子さんって映画をいろいろプロデュースして作っておられる女性の方なんですが、日本でおそらく、一番3度プーチンと直接会って話をされているそうです。こういう方はなかなか少ないので、プーチンとはどんな人物なのかということで、これは山中千さんってアメリカの終わり崩壊を書かれている人なんですが、山中千さんから紹介がありましたので、山中千さんの米ロ関係の話の後、この話をさせていただこうと思っております。それから矢野さんから続いて3枚続いてですね、佐藤さんこれ配ってくれないかって言いましたので、これは皆さんに見ていただきたいというふうに思っております、始まる前にですね、実は今日私の今回で元衆議院議員の方の来るのはめったにないんですが、今日たまたま稲村先生がですね、今病院をやっておられるんですが、以前衆議院議員をやっておられて、今村博文先生が今度練馬支部の支部長代行をやっておられることで、せっかくですので最初お言葉いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。どうぞ前に、はい、どうぞ顔を見せてください。皆さんこんにちは。元衆議院議員の今村でございます。前回衆議院議員を務めた時は日本維新の会から石原慎太郎先生の門下で東京都選出で務めさせていただきました。今回は前回もそうですけれども、前々回から自民党で出馬しております。で、初めは比例で、そして前回は江東区で、そして今回は昨日なんですが、東京9区の支部長に任命されました。で、本格的に、自民党の、候補者として活動を開始したところでございます。私の心情はおそらく、自民党とはかなりずれていると思います。当然他の野党とはもっとずれていると思います。一部共産党と通ずるところもありますが、肝心要のところが違っているので、立ち位置が違うという考えでございます。また今ご紹介いただきました集会にも、都度参加していきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。プリタギ会では今村先生の話を何度も私もお伺いしたことがございます。